よし、ようやくボルボンバーを進化させたよ。これで、今回は極むずカーニバルに挑戦するよ。で、編成はこんな感じだよ。ゾンビとエイリアンが出てくるから、対ゾンビとエイリアン用のキャラを連れてきたよ。ここは、確かゾンビとエイリアンのサイクロンが出てくるんだよな。まずは、エイリアンワンコが出てきたね。とりあえず、お金を貯めてピカボルトを出したいな。そうだね、ワープがきついかもしれないから、サテライトも入れてくればよかったかもね。ギリギリまで、お金を貯めて壁を出していくよ。やっぱ、サテライトを入れた方がワープに対して強く出れたかもな。早速ボスが出てきたね。ここで、久しぶりの BGM タイムどうぞ。次は海岸カーニバルをやっていくよ。編成を変えたんだな。海岸系統はだいたい白い敵が出てくるから白い敵に強いキャラを入れたよ。まずは黒ガルを出して白い敵をボコボコにするよ。そろそろ黒ガル出せるな。そういえばいつの間にかゲットしてたデスハーデスも使ってるよ。デスハーデスって本能解放で古代の呪い無効にして毒撃も無効にするから強いよな。これから新デジでは、多分デスハーデスにお世話になりそうだね。黒ガルやっぱり今でも強いな。さすが僕猫限定キャラだな。そうだね、実装から5年くらい経ったのに今でも使われてると思うから強いよね。特に見どころないのでカット。はい、倒しました。あんまり強くなかったな。まあ、編成を使ってるからってこともあると思うが。今回はここら辺で終わります。また次回の動画で。バイバイ。視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。よかったら他の動画も見ていってね。では、次回の動画で。バイバイ。